情報 ETV じゃ何かっていうと、これはですね、このラジオポイント TV っていうのは、毎日ですね、佐々木さんがお天気ネタの YouTube を、ね、YouTube で公開しているものなんですが、はい、一言で、何ですか、ラジオポイント TV、皆さんご紹介してください。はい、気象予報士試験、勉強中の方とか、単に天気好きっていう方のために、役立ったり、役立たなかったりすることを勝手に適当に放出しているという番組です。それは3回目、はい、それを1日1回やってるうちに300回になりまして、ありがとうございます。大体300回でやったって言ったけど1年経ってないっていう、ちょっと残念だから、もうちょっと1周年はまた1周年またやろうよ。なんかだから65回するとまたなんかこういうGoogle でですね、ラジオっぽい TV 検索していただくと過去の番組が出てきますので、それで見ていただければ大丈夫です。あとですね、このラジオっぽい TV、 今回のイベントはラジオっぽい TV イズニコニコ合体ベータなので、ちょっとこうニコニコ合体ベータのご紹介させていただきます。ニコニコ合体ベータっていうのはですね、まあ、一言で言うと、研究してみたっていうのを増やしたいという会です。まあ、いろいろと理念もあるんですけど、それはググってみてください。要は、研究っていうのはですね、まあ、職業でもあるんですけど、そうじゃなくて生き方ではないかというふうに、まあ、ここでは定義されていて、研究者という職業、まあ、そういう生き方、常に探究心を忘れずにいる人を意味する言葉である、研究者で、それを職業としてやってるんじゃなくて、そうじゃない人を、まあ、野生の研究者ということにして、そういった人を世の中に増やしていけたらいいな。でこの気象の研究会では、お天気ネタ、気象のことを研究者、野生の研究者という、ね、職業で、お天気に興味を持つ人をどんどん増やしていけたらいいな。で、なんでかっていうと、これはですね、これはどう気象と関わってくるかっていうと、先日のニコニコが、超会議の時にこれ荒木さんの発表なんですけど、あ、荒木さんこれ、はい、早い、どういうことでしたっけ、空に手を、はい、これさ、この発表の時、これなんでこんなこと言ってたんですか、みんなに右手を上げて空を見てるから荒木さん言ってた、元気を欲しい。今日は、例えば、ここの皆さんは今日来るときにちょっと曇り空がどうだったかなとか、雨降るかなっていうことを結構気にしてるかもしれないんですけど、例えば、ここのニコニコ町会議は、10万人ぐらいが隣にメッセージ来たわけです。でもその時に、その時の雲の模様、今日晴れてるかどうか、実はほとんど目に入ってなかったんです。なので、そういう人たちに、荒木さん元気を与えるためにも右手を空に手をかざしてください。でその時の空模様に関心を持って出てきた話をしてたわけです。でそういった感じでつながるところが太陽ゼロの未来につながってきますよというわけでですね、まあ、このニコニコ使いデータ的な活動も一緒にやっていたらということで、まあ、今日はラジオポリティビューの300回とそれからこのニコニコ使いデータ気象研究会のチャレンジ会もですね、これを一緒に同等でやっているという感じです。で最後、まあ、で、まあ、空を見上げる人が増えていったらいいなっていう。で最後、あとニコニコ合体データは、まあ、これらの、イベントテクノロジーさん、アートボードゲームさん、こういったスポンサーに支えられておりますので、まあ、何かの時もそのスポンサーが追い出してあげていただくと、スポンサーも喜びますということで。というわけで、今日のラジオポイ TV、まず最初の発表は荒木健太郎さんの、今日の話ですか。今日ですかね。アルコールがないとテンションが上がらないとかっていうことを言い出してます。大抵の収録前にも最近荒木さんアルコールを追加してます、ね、なんかいます
お集まりいただきありがとうございます。イェイ。すぐ回ってない。これ一杯、一本飲んだ。はい。はい。というわけで、飲みながら、楽しく師匠の話をしていきましょう。乾杯。乾杯。今日は書籍の話ということですけど、どんな話ですか？まあ、6月の23日に発売にようやくなりまして、はい、アマゾンのベストセラーですか？ベストセラー、大ベストセラーです。おかげさまで、はい、あの今日確認したらですね、在庫がなくて、うん、もう、なんか、そう、在庫ないっていう表示は出てるんですけど、出品者からお買い物になって、オリオさんがいるんですね。そうそう、ああ、なるほど、なるほど。そういう状況になってます。ちょっと横道にそれますけど、アマゾンって在庫ないっていうから、うん、よし、これは定価に送料追加しても売れるんじゃねえかと思ったら、うん、これがね、注文入ってこないんですよ。みんなしっかりしてて。そう、あの、アマゾンでさ、宇宙売りとかで e ラーニングは売れないんですよ。ね、物品じゃ、あのなんかジャンコードとかがちゃんと入ってないとアマゾンのあれにならないんですよ。で、DVD とかの物だったら売れます。なるほど。あっちはどうですか？教材にした方が。教材にした方がね、あれはあんまり売り上げかもしれないです。あれも適当にしか買ってない。俺しか買ってない。はい。まあ、いい、結構いい教材を申し上げた。まあ、ああいう商品で2500円。それはね、詐欺なんです。最初プレミアムで4000円のやつしかなかったです。いいですか？はい。じゃあこれから、まあ、誰か撮ってますか？どうみんな撮ってます。はい。4回目ぐらい。群馬の中で何が撮っているかって私がありますので、皆さんでその後続いて雲を掴もうとしている話っていう。お願いします。はい、行こう。じゃあ、行きます。雲の中では何が起こっているのか。雲を掴もうとしている話。ありがとうございます。雲の研究をしている荒木健太郎と申します。この書籍、雲の中では何が起こっているのか、先ほど申し上げましたけれども、6月の23日に発売になりまして、それから、なんと4日間で考察が決まりまして、今、印刷中です。皆さんには、ここにいる皆さんには特に多大なご支援をいただいています。どうもありがとうございました。はい、まだまだ、はい。で、今日はですね、せっかく皆さんここで、まあ、集まっていただいているというわけなので、皆さんどんな雲が好きかということをですね、ちょっと振り返って、欲しいと思ってます。で、ここにいくつか雲の写真を載っけているんですけれども、今からですね、これまで話したこともない方を中心にペアを作って、まあ、2人組でも3人組でもいいんですけれども、ペアを作って、まあ、この中でもいいですし、まあ、自分がどんな雲が好きかっていうのを、3分間の時間取りますので、ちょっと話してみてください。なるほど。じゃあペアを作ってみましょう。よろしくお願いします。話したことない人が逆に少ない。話したことない人を中心にペアを作ってみてください。話したことない人。もうすぐ雨が。
ちょっと気になってみる。それがね、すごい。ペリペリ。
最近、まあ、実際目で見たことないので、ちょっとこれは見たいなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろいろありがとうございました。皆さん結構その雲についていろいろ外見で綺麗だとか、どういうところが気になるとか、そういう印象を持たれたんじゃないかと思うんですけれども、例えばですね、この雲を見たときに、こいつ美しいとか、なんかやばそうだとか、いろんな印象を持たれる方がいると思うんですね。で、この雲って、なんか言ってるんですよ。なんか声を発してる。でも、何にもその雲のこいつの性格を知らないと何言ってるか分かんないです。何か言ってるっていうことは、まあ、そこにあるっていうことは何か言ってるんですけど、でも何言ってるか分かんないんですよ。でも何か気になりますよね、こういう雲が出てると。なのでその気になるこの子の声を聞こうっていうのが、今回出版した雲の中で何が起こっているのかっていう書籍の基本的なコンセプトです。で、この世の中にはですね、気象業界のバイブルとして、まあ、小倉芳光先生の五感気象学っていうものがありますね。はい。はい、この中で気象予報士試験を、これから受験しようとされている方はどのぐらいいらっしゃいますか？お、4人。はい、ありがとうございます。絶対受かるね、ここに来たら。この書籍はですね、気象予報試験を受ける方含め、気象学を志す人は必ず読むというバイブルとして知られています。しかしながらですね、数式がいっぱいあります。気象学っていうのは流体力学と熱力学組み合わせですので、やっぱり数式は避けて通れないんですよ。で、ただいきなりその気象をこれから勉強しますっていう方が、その数式の世界にいきなり突っ込んでいくとくじけてしまうわけです。そこで、まあ、そういうのを何とかしようと思いまして書いたのがこの書籍なわけです。で、先読みのキャンペーンをやってまして、そこでいただいた感想を中で、その実際気象予報士を今目指して勉強されているという方から、寄せていただいた感想の中でですね、その受験生の大体点数一般気象を3ページ読んで倒れて、また3ページ読んで崩れして四苦八苦していたのが嘘のようにという、コメントを大変ありがたいいただきました。じゃあこれは一体なぜこんなことができたのかと言いますと、こちらです。パーセル君、はい、クラウド世紀の発明です。はい、まあ、こういったいろんなキャラクターがですね、この書籍の中で暴れ回っているわけです。で、まあ、これまでその数式が溢れていた気象学の教科書、まあ、いろんなその気象を学びたい方々が次々と挫折させてきたわけです。で、これを打破すべく、こういうキャラクターたちが奮闘しているわけです。で、パーセル君やクラウドンだけでなく、いろんなキャラクターがいます。一見関係ないと思われる絶対関係ないんだよ。関係ないです。現象を説明するために、うん、必要非常に重要 な、どれぐらい納得してるんですかね。まあ、いろんなキャラクターが出てきます。まあ、そんな中ですね、そうです、松崎さんのお子さんにあ、そうだ、どのキャラクターが好きですか。みーちゃん、どれだっけ。みーちゃん、どれ。せっぺんが好き。せっぺんのどのところが好きですか。わかんない。はい、ありがとうございます。親しみやすい、そこがですね、一番重要なんです。その親しみやすさがない気象学なんでですね、僕は数式でこう羅列してあったって、こういろんな人にとってこうハードルが高すぎるわけですよ、数式で表現されてると。で、そういうのを何とかするっていうのが、まあ、こういうキャラクターの役割なんですね。で、まあ、一般気象学の他にも白木正則先生が書かれた100万人の天気教室っていうのがあ
ありまして、この人、私が大学時代の 校長先生だったんですけれども、その、まあ、一般気象学と合わせて200万人の勉強室っていうのも、その気象学の教科書として結構出回っているものなんですけれども、その中で、気圧系努力の説明をしているページがこちらです。で、まあ、見て分かりますけれども、点がこういうふうにいくつもあって、そこにかかる力がどうでこうでとかっていうの で、やっぱりちょっとですけれども、そしてこれを、雲の中では何が起こっているか説明、どういうふうにするかというと、こういうふうになっている。パーセル君が押し合い、押し合い、その中にいる空気がどういうふうな力を受けるのかっていう、そういう説明をしているわけです。イメージはこれでいいと思うんですよ。で、やっぱりそのイメージからですね、数式のところとかこう結びつけられると、どんどん理解が深まるということです。で、もう一つ、一般気象学の中で、乾燥断熱、現実の変化とか、そういった説明をしているところがやっぱりあります。で、教科書なんですけれども、まあ、こういう数式がやっぱり出てくるわけですね。で、それを、キャラクターで説明すると、こういうふうになります。で、上司からプレッシャーを受けてもうやらなきゃいけない、朝まででいいと言われながら、もうテンションを上げるしかなくなってるわけですね。テンションを上げてこう萎縮しながらも焦りならざるを得ない状況に陥ってるわけです。でもプレッシャーがどんどんなくなっていくとどうなるかというと、だんだんですね、図体の態度もでかくなって疲れてしまって冷めてしまうわけです。まあ、それが断熱膨張で断熱冷却なわけですね。で、まあ、こんな風にですね、イメージをしながら数式を理解する、気象学を理解するっていう、そういうコンセプトで作っています。で、やっぱりですね、現象っていうのは複雑で、いろんなメカニズムが働いて、我々が見ている、局地豪雨ですとか竜巻ですとか、大気放電とか、いろんな現象があります。で、まあ、そんな、現象の中で、大気現象の中で、何が起こっているのかっていうのをイメージしながら、試験勉強を進めていただきたいと思っています。で、まあ、この書籍をですね、読むことで、まあ、そういったイメージ、現象とのつながるところっていうのがうまくできると思いますので、気象予報士試験合格に向けて、まず一般気象学を攻略するための付録本として使っていただけると、幸いです。で、まあ、それだけではなくてですね、勉強ばっかりしてるとなんか疲れちゃいますよね。でも、その数式とか、まあ、いろんなものでこう表している気象学って、やっぱりそこの世界、その数式の世界の前に私たちが感性でどういうふうに感じるかというと、やっぱ美しいわけですよ。こういう虹とか、まあ、笠雲とかいろんなものがありますよね。ですから私たちももっとその雲とか空を楽しむことができるようになると思うんですよ。で、どういうふうにそれをこういうふうに楽しめるようになるかというと、やっぱりそのただ現象を見てもそれで、あ、綺麗だなって言って終わりなんじゃなくて、それを例えばこういう時にはこういう現象が出そうだから、もうあらかじめスタンバイしておくとかですね。その現象を先読みして、もうすぐ来るっていうのをあらかじめ見ておいて、来た時の快感たるもの凄まじいものです。エクスタシーです。まあそんな感じですね、楽しみたいというようなコンセプトもあります。で、まあ、冒頭で読んでこの、まあ、なんか発達した積乱雲があります、まあ、美しかったり何だったりいろいろあります。で、やっぱりこう外見がいいと気になっちゃいますよね。気になるあの子、その内面では何が起こっているのか。実際こいつはですね、美しいような形をしてますけど、この積乱雲がある真下では降水強度として80ミリ以上の雨が降っていました。まあ、いわゆる局地的な大雨と呼ばれている現象です。この内面で何が起こっているのかっていうのを見てやることで、こんな調子に乗ってるやつとか落ち込んでるやつとか、いろんなやつがいるんですね。それを見てやることで、今まで聞こえてなかったよくわかんない この雲が言ってる言葉が聞こえるようになるんです。聞こえるようになるとどうなるかっていうと、もっとこの雲と
親密な間柄になることができて、うまく付き合えるんだ。例えば、私がなんかもう明らかにイライラしていて、こうなんか爪をガチ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 って、こうなんか遊んでる感じがする。そんな時、大竹さんはどうしますか？そうですね、ちょっとしておきます。ちょっとしておきますよね。正解です。はい、雲も同じです。やっぱりですね、そのなんかちょっとヤバそうな感じを醸し出してる、その声を聞こえるような状況であれば、あらかじめその避難をする、うん、災害をもたらしうるその雲から距離を取って、自ら自分の命とかをですね、守ることができるようになるんですね。あの、私がですね、この書籍を執筆していく中で、やっぱりそのこれまで話していたように、まあ、擬人化するとか、そういったいろんな工夫をして雲の気象学の面白さを伝えたいということをやってきたわけなんですけれども、立ち返ったわけです。まあ、書いていく中でですね、そのどうしてその自分は雲の気象学の面白さをこういろんな人、しかも一般の人からその気象予報試験を受けようとしている人、またその現場で働く人とかも含めてですね、どういった人たちにどうしてこの面白さを伝えたいのかっていうところを考え直した結果ですね、やっぱりその根底にあったのは何かっていうと、災害ゼロの未来なんです。もうこれは間違いないところなんですね。でなぜかっていうと、その日本はですね、災害大国です。つい最近も台風第8号の、接近、まあ、それに伴う大雨によって長野県で土砂災害が発生しました。こちらは新潟県で発生した大雨の結果として、土砂災害、そしてこういった洪水のような形が起こっている、現場の写真なんですけれども、実際ですね、私たちがそのテレビの画面を通じて見ている、災害の現場っていうのは、同じ日本の国の中で起こっていることなんですね。決して他人事ではない。ただ実際こういった災害の現場でどういった言葉を耳にするかというと、まさかこんなことになると思っていなかった、そういう言葉をもう本当に毎回のように耳にするわけですね。これなんでかっていうと、自分にはもう関係ないっていう思い込みがそのもうすでに存在しているわけです。でこれっていうのは、まあ、やっぱりテレビを通してもう自分とは関係ない他人事として考えてしまってるっていうのはやっぱりあると思うんですよ。ただ日本全国どこでも気象災害が発生します。これは間違いありません。で、まあ、いろんな種類の気象災害ありますけれども、私たちはですね、自然の中で生きている以上、まあ、日本で生きている以上、まあ、そういった自然災害、まあ、気象現象と、向き合ってうまく付き合っていかなければいけないわけです。例えば、こんな雲が出ていたとき、この雲は一体何を言っているのか、私たちに注意を呼びかけているのか、そうでないのか、まあ、そういった声を聞き分けてほしいっていうのが、この書籍の根底にあるモチベーションなんです。で、まあ、いろんなキャラクターがこの書籍の中にも出てきます。で、もし皆さんこの書籍を手に取っていただけたらですね、その書籍の中に出てくるいろんなキャラクター、このキャラクターの中で、誰が、一番好きなのかっていうのをぜひ、自分の大事な方に伝えてあげてください。で、まあ、その伝えてあげて、まあ、話が広がったらですね、書籍をプレゼントしてあげても構わないと思います。で、まあ、こんな中でですね、私たちが実際日常の中で受け取っている天気予報、注意報、警報、それ以外にも自分から取得できる気象情報っていうのがいっぱいあります。例えば近くで大雨が降っていた場合、それをその大事な人に伝えてあげるとか、いろいろ私たちもできることっていうのはあると思うんです。ぜひ皆さんが、自分でできることからやっていただければ幸いです。で、まあ、そんな風にしてですね、先ほど最初にオリオさんからもうすでにネタバレしてましたけれども、つながる心っていうのはやっぱり必要です。このつながる心で何ができるかというと、災害ゼロの未来につながっていく、その第一歩になるわけです。
でこの災害での未来っていうのは大事な人が自分の笑顔の未来になるわけです。というわけで、この書籍、まだまだ生まれたばかりでですね、これから皆さんのご協力をさらにいただいて、より成長していけるんじゃないかと思っています。で特にこのキャラクター、大人だけでなく、子供、皆さんにですね、浸透していけるんじゃないかと思っていますので、ぜひ大事な方に好きなキャラクター、誰かそいつはどんなやつなのか、まあ、そんなことを、伝えていって、災害ゼロの未来、笑顔の未来で一歩ずつ進んでいけたらと思います。以上です。ありがとうございます。じゃあここまでで、なんか荒木さん